ダイアローグのやかんです。マナティーです。やかんちゃん、今日は何の日ですか？4月14日です。はい、そして今日は何をしてるんですか？インスタライブです。あ、そして私たちは今何をしてるんですか？まゆゆにサプライズを仕掛けます。はい、よくできました。はい、ということでご覧になった方もね、多いかと思いますが、今日はまゆゆのプレ誕生日インスタライブのサプライズを仕掛ける舞台裏を撮影しておりますよ。まゆゆが配信中はね、私たちがまあ暇なので、その私たちにもう一つ企画があるそうですよ。題して、まゆゆ私たちのコメント読んで読んで対決。はい、普段コメントとかチャットとかいただきますが、すごくありがたく思っております。ありがとうございます。今回は生放送中にまゆゆを喜ばせるべく、私たちがコメントを打っていこうという企画でございます。今放送中です。実はさっきね、私たちもちょっと乾杯させていただいてちょっとさ、読まれたコメントを私たちもして学んでいきたいよね。さっき何飲んでるとかがさ、読んでもらえたからね。美味しいとか、美味しいとか疑問系いいのか、確かに。では早速コメント打っていいんですか？そして私たち今回そのアカウントがね、あるんですけど、名前は小鳥の更新に決まりました。早速打ってみます、あ、なんて打つんだろう。あ、緊張の一発目、こいこいこい。あ、全然コメント見てくれてない。ん、私も打った打った。あ、流れてしまった。酒ガチャ、酒ガチャ。じゃあ酒ガチャでしょ。うん、こいこいこい。そういうこと言う。あー、もうちょっと止まっちゃう。すぐそういうこと言う。あー、無視されてる。え、当たった。おつまみ？アジと、アジだって焼きつだったよ。あ、美味しそう。美味しそう。今、もうね、こっちを見てる時に送った方が多分いいかもしれない。あ、美味しそう。美味しそうれ？メイソーレみたいな感じ。美味しそうれ。あ、どうしよう、タイミング測れない。あー、見てよ。今、お先にマユヤは待ち合わなのかな。今、やめた方がいいのかもね。そっか、タイミング大事かも。あ、待って、もうすぐ見るんじゃない？まだダメ？まだ？ハート送ろう、いっぱいハート。そうだね。なにこれ？なに？ハクナ。ハクナ。ハクナまだと。ハクナ。心配ないさ。あ、スパークリング日本酒だ。おー、ゆっくり開けて。あ、いいじゃん、いいじゃん。ちょっと今見たのに。ポンって言うよ、ポンって。ポン、ポン言うぞ、ポン言うぞ。かわいいな。タイミングよくいくぞ。マユが言われて、あ、爪かわいい、爪かわいい。いや、関係ない、このタイミング。見て、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 あ、見た、見た、見た。見て、見て、見て。あ、あ、あ、怖い。あ、ダメだ。全然難しいな。おいしい？あ、いいね、いいね。待って、飲んだ時に行こう。うん。あ、飲むよ、飲むよ。乾杯。お酒に夢中？あ、おいしい。え、答えてくれたんじゃない、これは。そう、それも感想や。ダメだ、どんな味って。答えてくれそうだったのに。あー、ダメだ、過ぎちゃったよ。今でもすごいコメント読んでもらってるからさ、あれかも、超いいタイミングかも。服どこで買うの？あ、どんなのが好き？今週の味なんて知らない。あー、ここにいるとは知らずに。あー、難しい。なかなか読んでもらえません。もう私たちしか知らない情報をちょっと小出しにしていく。マユの爪自分でやったのとか見てないな。一口あげた。やかんに確かに一口あげてた。あ、これ私、いいよいいよ、送ってよ。私たちしか知らない。見てよ。だっておかしいもん、ローストビーフあげてたこと。ダメだ。私たちしか知らない情報を言ってるのに。あと何？え？やっぱり私たちしか知らない情報を行くと、えってなるよね、やっぱり。言ってたっけ、こんなこと。え、ちょっと嬉しいね、今の。ね、嬉しい。すごい。お願い。ということは、ということは？でも時差があるみたいだからね。ねえねえねえ、割と結構あったよね。え、見てたの今。
よね。全然食べれてくれ。私たち今1回ずつ読まれたね。やった。まださっぴのコメントもらってない、うん、お待たせ。おびっくりした。お待たせしました。もう待ってたよ、はい、駆けつけてくれました、はい、お仕事もできました。疲れ疲れ。そう割とねもうまゆゆ、うん、ちょっと酔ってる、うん、ほっぺが割と赤くなってるかもしれない。確かに自由にもう打ってるの。割と打ってるかもしれない、うん、割と。じゃあさっぴやっちゃう。そっか、リアルタイムでいるのか。今ちょうどね、結構見てる、読んでるから。あ、そっか、でも私たちいっぱいコメントしちゃってるけど平気かな。確かに、私今初見ですって言うとですね、まあいい、打ってみよう。おかしいね、みたいな。拾ってくんないわ。あ、でもね、時差があるんだよね。そうなんだ。やっぱさ、読まれると嬉しいね。あー、これ難しいね。もっといけ、もっといって、いけなよ。もっといくの？どんどんいくんだから。タイミングが大事かもしれない。やっぱそうだよね、こう、うん、画面見てる時にいかんけど。でも今見てるからね、いいと思う。私が学んだことは疑問系でいくと返してくれる。いい質問じゃないですか。あ、喉が裂けだって言ってるけど、口はここは立ってます。おいでおいで。あ、こい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 。え、読んで見て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 。後の話して。うわ、すげえノリノリでやってんじゃん。一番強いお酒ってなんて言うんでしたっけ。スピリタス。スピリタス。やばい、それは。あ、いいんじゃない。え、いいよ、見てくれてる、見てくれてる。見て見て見て、読んで読んで。あ、チーズじゃない。こっち見て。あ、羊のチーズの前後で売ってた気がする。ああ、ダメ。うん、ダメ。もう、もう何回も行きましょう。めっちゃ。ありがとうございます。あ、もう一回行こう、もう一回行こう、もう一回行こう。もうさ、ピリタスじゃん。選択肢なくなっちゃった。こっち見て。見てよ。もう酔ってるから感情がもう、もう読んでるだけ。だからいいんだよ。頑張れ。もう一回行くじゃん。違うのでもいいんじゃない。もう。すごい。リキュールの話になっちゃった。サッピじゃなくて。どうしたらいいんだよ。いや、疑問系はでもいいと思うんだよね。ゴロゴロみかん酒。なんかゴロゴロやかん酒。食べ物じゃないし。やかんが。やかん。あい。読んじゃった。もうダメだ。これマジで難しいね。そう、だから私たち割と頑張ったのかもしれない。すごいよ。タイミングが全然合わないもん。だって700人ぐらいいる中のさ、コメント拾ってもらえたんだから、うんうん、すごい。私ね、さっぴのラジオにお邪魔した時にさ、持ってったんだけど、家にあるちょっとパーティーグッズを、うん、お、あ、これと持ってきてたわ。あとこれと、お、うんうん、あとクラッカーを、うん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 、を持ってきたんですけど、扉開けたらもう見えます。あ、そうなんですね。どどどどどう、扉、怖くない？ホラーじゃない？ちょっとダメ？プロだから無視するよ。でも、どうぞ。怖い。ダメ。バーグバイです。バーン。かぶったらさ、見えないじゃん、顔。ウバイツでーす。ウバイツでーすでしょ。ウバイツでーすってくる。言い方カッタリーナカーシン、カッタリーナカーシンね。アカウント名です。一言目何を言うか予想。待って。え、嬉しい。嘘。え、なんで。これ違う。なんで。確かに。なんで。え、なんで。あ、びっくりした。可愛いのプロの、プロの時可愛いのだからね、言わないで。可愛いんだから。あなた、どういうこと。絶対わかる。すごい反射神経言ってきたら。じゃあ、なんでと、どういうこと、と、あ、ゆっくりしたにします。やばい、お、おいでして、もうすぐですよね、私たち。うん、確かに。ちょっと飲んでみたら。ちょっと飲むか。シャンパン。シャンパン。テイスティングしてみて。テイスティングして。見やすい。どんな香り？フルーティー。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 そろそろ行きましょう。さあ、また。ラジオ。さあ、ドキ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 。行ってみましょうか。行くか。静かにするか。レッツゴー。おいしそうなケーキでいました。
Twitter と Instagram のフォローもお願いいたします。